クウマゆかりご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のためのラクウマレシピをご紹介しています。チャンネル登録いただくと新しい動画の更新情報が届きますので、時短レシピに興味があるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。みかんが美味しく消費できておうちカフェにぴったりなレシピです。材料はこちらです。クリームチーズは室温に戻します。みかんを切っていきます。ご半分に切ってからだいたい6等分ぐらいになるようにザクザクと切っていきます。なぜか3個切ろうとしたんですけど、3個だと多いので2個にします。なので小さめにザクザクと切ります。耐熱ボウルに入れて、ここに砂糖を全体に絡めます。みかんと砂糖を一緒にレンジ加熱することによって、みかんに砂糖の甘みが加わって、みかんそのものもとっても美味しくなります。混ぜ合わせたらふんわりとラップをして、ペコッとレンジで加熱します。で、トマトじゃない。で、みかんは生のまま生地に入れてしまうと生地が水っぽくなってしまうので、先にレンジ加熱することで水っぽくなるのを防ぎます。で、みかんをレンジ加熱してる間にクリームチーズを柔らかく練っておきます。クリームチーズは常温に戻しておくんですけど、すぐ使いたい場合はレンジで30秒ほど加熱すると柔らかくなります。そしたらここに卵を入れて混ぜ合わせます。ただ混ぜ合わせにくいなっていう方は洗い物ついちゃうんですけど、別のボウルで溶いてから加えると良いです。ムラなく混ぜ合わさってます。卵を混ぜたら薄力粉を加えて混ぜ合わせます。薄力粉は入れた方がいい具合の硬さになって美味しいです。みかんをレンジ加熱しました。この水分も程よい酸味と香りが変わってとても美味しくなります。フォークで粗く潰します。粗く潰すことで生地に混ぜた時に全体にみかんの味わいが広がって美味しいです。この部分も柔らかくなって生地に混ぜた時にゴワゴワっとしないので食べやすくなります。レンジ加熱して潰したみかんをわーっと入れちゃいます。この状態になったらわーっと混ぜ合わせます。忘れてたんですけど、コーン汁も入れると爽やかな酸味が加わって美味しいです。で、生地をムラなく混ぜ合わせたら型に流し入れます。今回は 1100ml 容量のジップロックコンテナ使ったんですけど、こちらにラップを敷いて使用しています。ラップ敷いて使用した方がレンジ加熱した後に綺麗に取り出しやすいし、綺麗に切りやすいです。あとはずらして蓋をして600ワットのレンジで加熱します。2加熱しました。しっかり火が通ってます。キッチンペーパーを挟んでから蓋をします。余分な蒸気をこのペーパーが吸ってくれますので、生地は絶妙にしっとりしつつも水っぽくなりすぎるのを防ぎます。粗熱が取れるまで置いてから冷蔵庫で冷やします。冷蔵庫で5時間ほど冷やして、しっかり冷やし固まれば完成です。いただきます。すごいなんかカフェのケーキの見た目みたい。あ、そんなイメージにしていました。おちょっとみかん添えるとおしゃれかな。確かにぎっしりみかんが、はい、結構入ってます。いただきます。あ、って言っても2個だった。うん、ガリみかん、うん、くどくない。うん、最初食べちゃいそうですね。いかがなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。